はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーバトルガンバライジングベストマッチパックです。 はい、ガシャッと変身団の時にもパック版が発売されておりましたが、ボトルマッチ系でもパック版が来ましたね。前回同様に1個300円で中にカードが3枚入ってますから、この1パックを買えばすぐにガンバライジングが始められますよというもので、以前にもボックス開封しましたが、1ボックスで20パック入ってますから、定価6000円なんですが、前回まではレジェンドレアとかは入ってなくて、特別なトリプルレアっていう特殊なレアがあるぐらいで、6000円 をかかけたた割にはレア排出数ととがちょっっ微妙だったんですよねその辺が改善されてればいいんですが今回も全カード30種類はパック版オリジナルカードになっててさらにスーパーレアはベストマッチキャンペーン対象でスーパーレアでありながらキャンペーンのパワーアップの恩恵を受けることができるんですよねただパック版を見ても内訳は書いてなくって中のインデックスカードを見ないと載ってない ないかなとりあえずワンボックスを買ってきましたので全部一気に開きましょうバースト面は後で見ますのでまずは20パック全部開けたいと思いますちなみに発売日は10月14日で発売したばかりですね右列の10パックどどんはいまずはハリネズミタンク新1号をレアですね シミュレーションゲーマーレベル50でインデックスカードを見ましょう。レジェンドレアとかレア度は書いてなくてナンバーのみですね。ホームページを見ても全然情報が載ってないんですよね。ドドンレザーターボー。早くアーツ来てほしい。デッドヒートマッハーダブリー。シミュレーションゲーマーレアで こういう形でワンパックに3枚入ってますので、すぐにゲームを楽しむことができます。アマゾン超かっこいい絵柄。で、ドライブタイプトライドロン。あ、何これスーパーレアだ。おお、めっちゃかっこいいレジェンドレアみたいなオーラ出したね、この絵柄。そして箱押しになってて、仮面ライダージョーカー。 新骨頂版が色々炎上したジョーカーですね。結局あれは店頭受け取り分がまた後日予約になって、アンドイベント後は抽選じゃなくてオール完全受注になったんでしたっけ最初からそうしなよって感じですよね。欲しい人に行き渡るように。あ、ブラッド・スターク ブラッド・スターク上半身の造形なんかすごい変わってますよね。首周りのマントっぽい形が好き。でもベルトしてないんだよなで、X、さらに、ビルド、ラビットタンクフォーム。今回の恒例はスーパーレア止まりなのかな なんか特別なやつってほしい。新一5 o あ、めっちゃかっこいいね、このカード背景が4コマ忍法刀になってる。あ、すごいいいじゃん。全部カードパックオリジナル絵柄なんですよね。いいなで、ダブリーダー。今のところ微妙な排出。ドドドン。新一5 o ラビットソージイズスーパーレアー そしてベストマッチのキャンペーン対象で、アクセルクリムゾンスマッシュだ。めっちゃいいカードじゃん。スーパーレアを狙っていくような形なんですね。よっと、ロケットパンダ最新話で登場したやつ、ニンニンコミック、ブラック RX。 一分の一エクスカリバーとか、一分の一レーザーブレードとかが発売したなら、一分の一リボルケインもそろそろ着てほしいですよね。でもそうなるとベルトとセットになるのかな。そして8パック目、ブラック。ゾンビアクションゲームはレベル X0。ガシャコンブレイカー持ってますね。さらに J、巨大化してる。J、巨大化デフォじゃないから、奇跡の変身だから。 9パック目、デッドヒートマッハ X アクセル。レアだけど絵柄はいい感じ。では右列最後、10パック目でございます。スーパーレア2枚しか出てないね。タイプトライトローン、レーザーターボー、あ、来たスーパーレアのビルド、ロケットパンダフォーム。 バースト面は、お、ニンニンコミックとの2フォームなんだ。いいね。さっきのジョーカーはサイクロンジョーカーエクストリームね。フィリップが戻ってくるわけね。右列の10パックを開けて、スーパーレアが3枚でした。3000円を使ってスーパーレア3枚って言うと、やっぱ厳しめかな。左の列行きましょう。11パック。 くめ、せいのを、どどん。はい、ロケットパンダーホーム、レザーターボ、レガシーゲーマー、ブレイブレベル100。早くアーツ、届いてほしい。そしてファンタジーゲーマーも発売してほしい。 ドドン !12 パック目あ来たパーフェクトノックアウトパラドクス持ってないやつさっき出たゾンビと、おスーパーレア枠ビルドニンニンカーカミックファースト面は、あ、さっきと逆だ。今度はロケットパンダに変わります。隠し、シークレット的なレジェンドレア。来てほしいところ。よっと。 ビルド、ハリネズミ、タンク、デッドヒート、マッハ、クロノス、クロニクル、ゲーマー。エグゼードのファイナル行きたかったんですけど、行けなかった。なんかすごい良かったらしいですね。羨ましい、行けた人。ブラック、スターク、RX。ヨット、はい、ビルドのラビット掃除機。あ、エグゼード出てませんでしたね。アクションゲームはレベル2、ナイトローグ。 変身講座が意外とコミカルで良かったと思います。ナイトローグもでも10で変身するからベルト装着してないんですよね。では16パック目。仮面ライダー X タイプトライドローン J。ダブってきたよ、相当。17パック目。 エグゼイドアクションゲームはレベル2、ブラック、あ、持ってない、ホークガトリング、ただし、レア十18パック目、アマゾン、ハリネズミタンク、アクセル、変<身>、新十19パック目、 パラドックス、ロケットパンダ、あ、ブラッドスターク、スーパーレア枠来た。ナイトローグでスーパーレア枠欲しかったところ、ブラッドスターク、バースト面は 変わらずで、アイススチーム、デビルスチームが良かった。ブラッド・スタークも正直立ち位置的に敵か味方か、まあ、味方ってことはないですけど、ナイトローグの完全味方っていう風でもなさそうですよね。ハザードレベルを上げるために行動してるのかな最後、20パック目、ゲーム、ゾンビアクションゲーム、レベル X0、2、2、そして、あ、ここで、ストロンガー、 ということで、全部開けましたが、インデックスを見ると、じゃあ全部出たね。おそらく全30種類がコンプできたと思います。 はいでは排出カードを確認しましょう。内訳としては1パックに1枚はレアかスーパーレアのどちらかが入ってますから、スーパーレアが5枚ですので、レアが残りの15枚で、30枚がノーマルですね。6000円を使ったってことを考えたらスーパーレア5枚は、 少なすぎるなぁ。キャンペーンとか、スーパーアレアとか、レジェンドレアとかが10枚ぐらい出てくれないと、普通に筐体で排出するよりは弱いかなぁ。ただ、カードデザイン超かっこいいんだけど。では、まず、レアとノーマルを確認しましょう。仮面ライダービルド、ホークガトリングで、バーストはラビット、 タンクラビット掃除機そしてラビットタンクあれ同じじゃないさっきとあ違うポーズが一緒なんだただドリルクラッシャーがガンかソードかで変わってますねなんかこんなに共通っぽい絵柄珍しいかもでもう一枚出てビルドロケットパンダフォームカギ爪っぽいパンダ側が で、これがニンニンコミックに変わって、もう一枚出て、三枚出ましたね。ニンニンコミック好きだな、僕。ビルドハリネズミタンクからのゴリラモンド。ゴリラモンド早くもちょっと目立たなくなってきてる感じ。これが三枚で、ニンニンコミック、このカードの見た目めっちゃ好き。 で、バースト面は、ホークガトリング。さらにこれが、もう1枚、2枚、3枚出て、ビルド、ラビット、タンク、フォーム、ドリル、クラッシャー、武装状態からの、ゴリラ、モンド。もう1枚、出ました。ナイト、ローグ。そして、 バッドローグ、ブレイクエッジ。ブラッドスタークが2枚出て、バースト面は武装状態ですね。さらに、エグゼイド。ここからはエグゼイドで、アクションゲームはレベル2からの、お無敵レベル2からの無敵これがもう1枚出て、ゾンビレベル X0 からの攻撃状態。 たまに CG のクオリティが高すぎて実写っぽく見える絵柄がちょいちょいありますよね。これが3枚も出ました。ダブルな結構。スナイプシミュレーションゲームはレベル50カラーのドレッドノートブラスターでクロノスが来てもいいんだよ。バースト面でタイガクロノスに変わるカードとか欲しいかも。レガシーゲームはレベル100カラーの必殺技状態で レーザーターボ。これはあ、あゲーマー装着かと思ったら、ライダーキックですね。3枚出ました。パラドックス、パーフェクトノックアウトゲーマー、レベル99からの必殺技、クリティカルノックアウトパズルでもう1枚出て、クロノス、クロニクルゲーマーで、クロニクルジエンド。 ポーズをいかに攻略するかみたいな流れがゲームっぽくてよかった。タイプトライドロンドライブ。バースト面はタイヤかき混ぜるでもう一枚出て合計三枚ですね。三枚とかほんとバンバンダブりますね。デッドヒートマッハマグナムレイジーで友情変身はないか。 で、3枚これも出て、アクセルからのアクセル。単眼部分が発光状態のエースラッシャーで2枚出て、仮面ライダー J で、ガイアエナジーフェスト。もう1枚出ました。ブラック RX。リボルクラッシュでもう1枚出て、ブラックからのバーストが ライダーパンチライダーキック。ブラックとかも真骨頂欲しいな。そしてアーマゾーンで、絵柄がなかなかかっこよくって、裏側は大切断。もう一枚出ました。仮面ライダー X。エフェクトいいですよね。で、裏面はライドルの点割り。これがもう2枚、3枚出て、ストロンガーは1枚しか出ませんでした。表側とバースト面。 チャージアップに変わってますね。で、新1号がなんと3枚出て、ビークル登場状態からのライダーサイクロンキック、ビークルキャンペーンとかのそういうものではありませんよね。そして5枚出たスーパーレアは、まず、ニンニンコミック、仮面ライダービルド、スペックとかスロットはこうなって、 て表側。光り方はいつものスーパーアリアと変わりませんね。で裏側はロケットパンダフォームにフォームチェンジビルドアップか。このような2つになっております。そしてブラッド・スターク。この絵柄もいい感じで白押しほんと綺麗だな。でスロットとスペック。 でアビリティは色々書い書てありますがバースト面はアイススチーム。さらにビルドロケットパンダフォームで青系のハーフボディがなんかちょっと多い気がする。スロットスペックからのニンニンコミック。同じスーパーリアカード同士で見るとこうなるわけですね。これがこうと。 そしてファイズ、仮面ライダーファイズ通常状態で、目が発光しててフォトンブラックも光っておりますが、ベストマッチと書いてあって、スロットからの仮面ライダーファイズアクセルフォーム、アクセルクリムゾーンスマッシュ。オルフェノック側からすると敵が全く見えないのに、エフェクトだけが自分を囲んでるっていうめっちゃ怖い状態ですよね。そして最後は仮面ライダージョーカーで、 スロットとスペック。 からのサイククロンジョー,カーエクストリームそして20パック開封して60枚のカードを排出した結果、全30種類をコンプしました。ナンバー的に揃っておりますので、ワンボックスを買えば30種が全部コンプできるようになってるんだと思われます。とはいえ、やっぱりスーパーレアが5枚しか入ってなくて、あとはレアとノーマルなので、排出としては微妙かな6000ですからね。 もうちょっとレアとかシークレットとか変わったカードが欲しいところではあります以上仮面ライダーバトルガンバライジングベストマッチパックの紹介でした